はい、こんにちは、ポロです。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。今日はですね、ブログを書くときに意識すべきことという話をしていきます。ブログを書くときにですね、どういったことを意識すればいいかということなんですけどもまずですね、最初に考えないといけないのは、新規の記事をどんどん投稿していった方がいいのか、それともですね、過去記事をリライトしていった方がいいのかということなんですけども、果たしてですね、どちらがいいのかっていうことなんですが、これはですね、目的によって変わるんですね。新規の記事を投稿するっていうのは基本的に、もちろんその新規読者を獲得する目的でもあるんですけど、どちらかというと既存の読者に対して継続的に価値提供するために行うものなんですよね。新規の記事を投稿したからといって必ずしもそれが上位表示されるわけでもないし、新しいアクセスがね集まってくるわけでもないと。特に無料ブログを使っている場合は、無料ブログを、同じブログを使っているユーザーが来る可能性はありますけど、例えばワードプレスとかっていうものを使っている人はですね、基本的に検索エンジンに表示されないと、アクセスがないっていうことになるんで、新規記事を投稿したからといって必ずしもねアクセスが増えるわけではないんですよね。なので毎日記事を投稿してるのになぜかアクセスが増えないとかっていう人は、おそらくその上位表示されないような記事ばっかりをですね投稿してるわけです。でもそういう記事をですねどんどん増やしていっても、あんまり意味がないというかね、100記事書いても200記事書いても結局アクセス変わらないってことは、全くアクセスを呼んでない記事が増えてるだけってことじゃないですか。普通に考えて、1記事あたりもし1アクセスでも獲得するんであれば、記事を増やせば増やすほど比例してですね、アクセスも増えないとおかしいんですけど、記事は増えてるのにアクセスが増えないってことは、アクセスゼロの記事が積み重なっていってるだけなんですよね。で、先ほどその新しい記事は既存の読者に対して行うっていうふうに言ったんですけど、これはなぜかっていうと、既存の読者っていうのはもうすでに自分のブログを読んでくれている人じゃないですか。っていうことは、もしそういうブログをですね、読者がいる場合に、過去記事のリライトしかしていなかったらどうなるかっていうことなんですよ。自分が読者の立場になって考えてみてほしいんですけど、自分が気に入ったブログがあって、定期的に読みに行くじゃないですか。でも全然新しい記事が投稿されないと。なぜならそのブログを書いている本人はですね、過去記事のリライトばっかりしてるんですよね。でもその読者からするとやっぱり新しい記事を読みたいじゃないですか。もう過去記事はすでに読んだし、仮に過去の記事数が多かったとしても、やっぱり新規記事って欲しいんですよね。なので、そういった感じで過去記事のリライトばっかりしていくと、既存の読者が徐々に離れていくというか、その確率が高くなるんですよね。ブログを運営している本人は当事者なので、別にねブログをやめたわけじゃないっていうのは分かるじゃないですか。でも読者からするとそれが分からないので、更新がストップしたら、この人もうブログやめちゃったのかなみたいなふうに思うわけですよ。そうするともう読まなくなるっていうふうになるんで、新規記事っていうのは既存の読者に向けてね、継続的に価値提供を行っていくのと、忘れられないためのですね施策になるわけです。で、過去記事のリライトっていうのは基本的に、新規読者を獲得するためですよね。っていうのはもう既存の読者は過去記事を基本的に読んでるので、2回3回とね同じ記事を読む人ってあんまりいないと思うんですよ。もう1回読んだら、よほどためになればね話は別ですけど、普通の記事であれば1回読めばもう十分って感じなんですよ。ってことは、過去記事のリライトをするってことは、そういう既存の読者に対して行うものではないんですよね。そうではなくて、SEO 対策とかそういうことをすることによって上位表示をさせて、新しい読者ですねを増やすために行うものなんですよ。なので、そこの新規記事を更新するのか、それとも過去記事をリライトするのかっていうのは目的によって変わるわけです。で、
何をですねブログを書くときに意識すればいいかっていうと、まあ目的意識を持つっていうことなんですよね。これがすごく重要で、こうなんとなくですね記事を投稿してる人って多いと思うんですよ、とりあえず書くみたいなね。最初はそれでいいと思うんですけど、もう駆け出しの頃、ブログ始めて間もない頃っていうのはもう思いついたことをランダムにね投稿していけばいいと思うんですけど、ある程度の段階に来たらやっぱりこう目的意識を持って記事を書くのがいいと思うんですね。それがこう信頼構築のための記事なのか、単純にねこう自己開示をしてファンになってもらうための記事なのか、それともこう自分のね信念とか、まあ、ビジョンを語って共感を得るための記事なのかっていうことを意識しながら書かないと、なんか記事は投稿したけど何の効果もないみたいな記事ってあるじゃないですか。まあ、結構その、あんまり何でしょう、読んでても意味がないというか、まあ、タイトルを見ればなんとなくわかるんですけどっていう記事って結構多いと思うんですよね。あるいは目的としては例えばこうコンテンツ化するために記事を投稿するみたいなのがありますよね、将来的にそれを電子書籍化したりとか、あるいは動画とか音声教材にするための、まあその叩き台となるための記事を投稿するとかね、そういうのも目的意識があると思うんですけど、ただ記事を投稿すればいいかっていうとそういうわけじゃないと思うんですよ。もちろんこの音声媒体とか、まあ、YouTube とかね動画も一緒だと思うんですけど、例えば人気 YouTuber みたいなもうその人自体に価値がある人であれば、ただ新しい動画を投稿するだけでもね喜んでくれる人っていうのはいっぱいいると思うんですけど、そうじゃない人っていうのはやっぱりこうただ記事を投稿しただけではねあんまり意味がないっていうことなんですよ。なんか別に読者が求めてない情報を与えても、まあ、大して喜んでもらえないってことなので、だったらその記事を書くときに何のために記事を書くのかってことを意識するんですね。例えば売上をアップするため、何か売りたいんだったらこの記事を何か売るための記事とかね、もしくは信頼構築をするための記事とか、じゃあ信頼構築するためにどういうことを書けばいいのかとかっていうことを考えるわけですね。何も考えずにこうただ思いつきでねポンポン記事を投稿してると、まあ何も生まれないというか、ただ時間だけをね無駄にしてしまうみたいなことがあると思うんですよ。なのでそのあたりはですねやっぱり考えてやらないと、労力に見合っただけの対価が得られないとか、特に毎日更新をしているとね起こりやすいんですけど、やっぱりこう毎日記事を書くっていうことが目的化してしまって、記事そのものがね、何のために書かれているのかってことが、まあ、二の次になってしまうと。でそういう記事が増えると、まあ、いわゆるですねゴミコンテンツがこう増えていくわけですね。そうするとやっぱブログの価値も下がるし、この人ねあんまり大したことないなっていうことで、やっぱ読者もそのファンも増えないっていうことになるんですよ。なので特に何かその後ねこうブログを集客媒体として利用してその後のビジネスにつなげていきたい場合なんかっていうのは、あんまりこう無意味な記事っていうのは書かない方がいいんですよね。で無意味な記事って何なのかっていうと、まあ、要するに目的意識を持たずに書いた記事ですよね。何のための記事なのかよくわかんない、どういう意図があって書かれたのかよくわかんないみたいな、ただなんとなく、まあネタがなかったから書いたのかなみたいな記事ってあると思うんですけど、その辺もやっぱり、気をつけないとあれかなっていうのはあるんですね、でこう無料ブログを使ってるといいねとか押されるじゃないですか。で数って必ずしもその記事の価値に比例してないんですね。もう本当になんかただ押してるだけみたいな人もいるし、その記事自体がもう本当にね内容のないね、今日は書くことありませんすいませんみたいな感じの記事でもやっぱりいっぱい押されてる人っているんですよね、でもそれだけで指標だけをねこうバロメーターにしてしまうと、あ喜ばれてるんだみたいな風にね錯覚してしまいがちなんですけど、そこまで深く考えずに押してる人もいっぱいいるので、人によってはねそもそも記事を開いてない、もうトップページからこうねただいいねを押してるだけみたいな人もいるんですよね。記事投稿して1分も経ってないのにいいねを押されてることってあるじゃないですか。そういうのって多分もう読んでないんですよね。だからもう指標だけをこうバロメーターするのはちょっと危険なので、まあ
せめてね、こう自分が書くときは何かどういう、ね、目的を持って、記事を投稿するのかってことを意識すると、まあ、こう無駄な時間を、ね、使わずに済むかなと思います。やっぱりこう記事を書くのも時間がかかりますから、何の、ね意味もない記事を投稿することによって時間を使うのはもったいないと思うので、まあ、一個一個ですね、書くときに、まあ、どういう目的があってこの記事を書くのか、なんかノウハウを、ね、提供するのかとかね、あるいはこう自分を、まあ、好きになってもらうのかとか、いろいろ目的はあると思うんですけど、記事によってその辺を使い分けて、まあ、投稿するのがいいかなと思います。では、今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。